マンセルの色相カンマンセルカラーシステムとは色を定量的に表す体系である表色系の一つ。色彩を色の三属性によって表現する。マンセル表色系、マンセル色体系、マンセルシステムとも言う。日本では JISZ8721 として規格化されている。アメリカの画家、美術教育者であるアルバート・マンセルによって作り出された。 色の名前の付け方が曖昧で誤解を招きやすいことから合理的に表現したいと考えたマンセルは1898年に研究を始め1905年にその成果として A カラーノーテーションという本を表した。これを1943年にアメリカ工学会が士官評価実験によって修正したものが現在のマンセル表色系の基礎となっている。そのため、 修正マンセル標色系という場合もある。マンセルの新しい版の書籍であるムーンセルブックオブカラーズは現在でも使われている。標色系は各種あるが、マンセルの標色系は美術、デザイン分野でよく使われる。マンセル標色系における色の三属性について個別に述べる。色相は赤、黄、緑、青、紫といった色の様相の相違である。 特定の波長が際立っていることによる変化であり、際立った波長の範囲によって、定性的に記述できる。ただし、常に、同じ波長が同じ色に見えるわけではない。この相対を順序立てて円環にして並べたものを、色相環という。マンセルは色を5つに分け、さらに中間に ERGBGBBRP の5つを、設けた。さらにそれらの色相を10で分割した0百色相で、 表した。基本十色をも、基本十色をさらに十分割した色を1から4、6から10として色名に付加して表現する。黄色であれば5倍、青緑であれば5バイと G となる。明度は、色の明るさを意味する。極度に色味の弱い色である、黒、灰、白など色を基準に、明度は決められた。すなわち無彩色の中で最も明るい白を、明度の10とし最も暗い黒を、 明度0とし、その中間の明るさ、いわゆる灰色に1から9の数字をあり当てる。理想的には、白は光の全反射、黒は全吸収するものが物理的定義であるが、現実の色表などでは不可能なので、白は9.5、黒は1の値を用いる。色を持たないものを無彩色といい。無彩色に対して色味を持つものは有彩色という。 サイドは色の鮮やかさを意味する。色のない無彩を例として色の鮮やかさの度合いにより数字を大きくしていく。ただしサイドは蒸気の色相と明度によって最大値が異なりまた10でもない。最も大きい 5R では14、低い5イト G では10となる。色の3属性を合わせた表記法は色相明度、サイドである。ただし無彩式は N メイドなどとも記す。 例えば、色相が 7PB メイドが4サイドが10であれば、7PB4、10と表記し、7PB4 の10と読む。中間的な明度である明度4.5の灰色であれば、N4.5 などと表記する。アクリルガッシュなど一部の絵の具などに色は、マンセル禁止としてこれが表記されている。この3属性を含めて図示したものを、マンセルの色立体という。 色相間の中心に軸を想定しその上下方向が、明度を示し軸の底が黒、頂上が白である。また軸からの距離が彩度を示し軸から離れるに、従い彩度が上がる。色相、明度により、彩度の範囲は異なるため色立体は綺麗な、円筒型にはならず歪な球体になる。例えば赤の代表色である 5R の明度はこの時、彩度ド14になるのに対し、 黄色の代表色 5Y の明度8で、彩度14で、明るい方に歪んでいると言える。ありがとうございます。